皆さん、こんにちは。ペルーディスタ小澤です。今日は思わずユニフォームを着てしまいましたが、いやー、朝から興奮しました。ビジャレアル優勝おめでとうございます。初の決勝で初のタイトル、ね、フェルナンド・ロッチ会長の念願の夢叶うという意味で、まあ、見事な、ね、物語の一つの結末を迎えましたし、まあ、それからラリーガにとってもチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグの中で唯一、ラリーガ勢として残っていた、ね、ビジャレアルが、 ほ他は全部ね、プレミア勢ですから、まあ、意地を見せたという意味でも、非常に嬉しいニュースとはなりましたので、その一戦について、それからビジャレアルの優勝についてお話ししたいと思いますけれども。 まあ私ね、当然、えー、心はバレンシアニスタなんですけれども、まあ、やっぱりバレンシア在住時代から非常にビジャレアルも足げく通って取材をしてという意味で、ちょうどビジャレアルもジェグリーニ監督を呼んで、まあ、リケルメやフォルランをね、えーまあ、南米のスター選手を取ってというところで、まあ、着実に強化をしていき、チャンピオンズリーグのね、準決勝までたどり着いた、まあ、あの時期もありましたので、まあ、そういう時期に、まあ、幸運にも、えー、スペインのバレンシアで現地で取材できたという意味では、やっぱり親近感、 えー、非常に持っているクラブですしもちろんバレンシアにとってはねこうまあバレンシア州の最大のライバルでありねこう敵なんですがでも本当にビジャレアルというクラブは、まあ、特にビジャレアルというクラブは、まあ、やっぱりフェルナンドロッチ会長が、まあ、97年にねオーナーになり えーまあ、その9798年ぐらいからプロジェクトをスタートさせてからね、まあ、やっぱりそれまではまあ3部が当たり前で、うんね、2部1部を右往左往するみたいなエレベータークラブでしたからなかなか安定しないような、まあ、一時期は消滅の、ね、危機もあるような本当にスモールクラブだったんですがやっぱり健全経営で長期的なプロジェクト、まあ、それから何よりやっぱりカンテランのたち、まあ、地元の、ね、こう子どもたち に投資をするという,、ね、こうやっぱり哲学、まあ、そういったものが、うんまあ、結果的には、ね、23年ですか、4年ですかかかりましたけれども、まあ、でも人口5万人の町に、ね、これだけの夢や希望を与えて、最終的に、ね、ヨーロッパの、うんまあ、ヨーロッパリーグではありますけれども、タイトルをもたらしてしまうというところは、まあ、もちろんこれだけの長い時間がかかったので、ね、こうやっぱりロッチ会長が今から振り返ると長かったのかもしれませんが。 うん、やっぱりフットボールの、えー、夢を感じるなというところと、まあね、ロッチ会長のような世界的な、ね、セラミックの経営者であっても、ね、なかなかやっぱり短期的に、まあ、すぐに勝利タイトルはやっぱり取れなかったというところを考えてもやっぱりフットボールが、ねえー、単純にやっぱりお金を持っているものだけが強い。 強者ではないというところで、まあ、改めてフットボールの存在意義、価値というものも示すことができたんじゃないかなというようなことはやっぱり今朝の、ね、このファイナルでも感じましたし、まあ、ただ、本当に、えー、今日の決勝に関していうとマーチェスタイユナイテッドは非常に手強い相手でしたしやっぱりそこを、ね、もう認めて、ウナイメリ監督もゲームプランとして、まあ、ユナイテッドにボールを持たすとで、まあ、基本的には3ラインセットで4 4 2で、まあ、自陣に引きこもってとにかくスペースを与えない。 まあ、カウンターを打たれないというような、まあ、ある意味、ビジャレア,アルがこれまで今シーズンやってきたゲームプランからすると、まあ、かなり保守的で、ねこうまあ、守備的なゲームプランでしたが、まあ、それが功を奏したのかなというような戦いにも見えますので、まあ、ちょっと改めて簡単にこの試合の両チームのスタメンから振り返っておきましょう、はいえー、両チームのスタメンですけれども左が黄色ホーム扱いのビジャレア,アル右が、えー、赤で、えー、ユナイテッドで作りました。 えー、ゴールキーパー、ビジャレアルは、まあ、カップ戦、このヨーロッパリーグはすべてルジで来てますので、そのままアセンホではなくてルジでこの試合も来ました、えー。ディフェンスライン、右のサイドバックが、まあ、シーズン通して、まあ、本職ではないんですが、フォイスが守備力、ね、買われてルベン・ペーニャやマリオ・ガスパールいるんですけれども、この大一番でもフォイスが使われ、アルビオブ・パルトーレス、ペドラ・アサ、左サイドバックは、ね、ここ最近、まあ、シーズン終盤非常にいいパフォーマンスですので、 そのまま継続の流れで使われましたと、まあ、中盤より前のところが少しねこうスタメン読めなかったところですけれども、まあ、WP ボーテはやはりパレホとキャップーできましたとで、まあ、右がジェレミー・ピノね18歳大抜擢というところのスタメンでしたしまあ チクエゼが怪我していたというところもありますので、ね、ラリーガの方でも最終節、えー、マドリー戦で先発起用されて点も取ってますし、まあ非常に好調というところでそのまま使われました。で、まあそれから左は、まあ今シーズンのビジャレアルを語る上では、まあ影の MVP はトリゲロスじゃないかなと思ってますけれども、ね、やっぱり彼が、まあ基本的にはね、えー、ボール保持の時には起点を利かせたポジショニング、特に中にね、入ってきますので、 まあ非常にいい効いていたな、この試合もというところですね。前線はジェラル・モレーノが少しいいトップ下気味に右寄りに配置をしてまあカロス・バッカがワントップとまあパコ・アルカセルもいますけれどもまあここ最近非常にバッカのパフォーマンスがいいというところでまあ非常にそういう選手のコンディションの調子の見極めもエミリー監督うんまあこのね先発見てもうまかったんじゃないかなというふうには思います。 一方の、えー、マチェスター・ユナイテッドですけれども、ゴールキーペアはデヘアできました。えー、ワン・ビサカ、リンデルフ、バイリー、ルークショーが、えー、ディフェンスラインを組んで、マクトミニとポグバのダ、えー、ブルピボーテン、右にグリーンウッド、左にラッシュフォード、ブルノ・フェルネンデスが、えー、一列下でカバーニと、まあ、そういう意味ではお互いに、えー、4、2、3、1といっていいシステムだったと思います。 まあ立ち上がりこそ若干ビジャレアルがボールを持ったかもしれませんが、まあ、基本的に、ね、120分通してビジャレアルはもうゲームプランとしてユナイテッドにボールを持たせようと、まあ、その代わりまあスピード乗らせないというところで、まあ、とにかくゲームのリズム、えー、まあプレーのテンポとにかく下げるというところで。 まあ、なかなかねこうカウンターを打ち合って、うん、プレインテンシティ、ねえー、フルスロットでお互いに攻め合うみたいな展開になるとやっぱりね 今シーズンのヨーロッパリーグのレアル・ソシエダー戦がまあ顕著ですけれども、やっぱりラリーガ勢は本当にプレミアと打ち合ったら、やっぱり真っ向勝負で打ち合うと勝てませんから、分が悪いですから、まあ、そういう意味で今日のね、う、え、のー、ゲームプランの選び方というところも、うーん、正解だったんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その分やっぱりね、全体をコンパクト、特にまあジェラル・モレーノとばっかのところなんかは、基本的に数的不利で、まあ、かなりね、こう、 横のスライドもね、求められましたので、非常にしんどかったんじゃないかなと思いますし、まあ、あとは押し込まれた時には、まあ、442の基本的にはビジュアリアル3ラインなんですが、まあ、やっぱり、ペドロアーサー、 えー、フォイスの、えー、サイドバックが、えー、グリーンウッドとラッシュフォールを捕まえたときには、まあ、当然ね、ルーク・ショー、ワン・ビサーク上がってきますんで、まあ、そこに対して、まあ、特に、ね、右のジェレミ・ピロなんかは、えー、かなりディフェンスラインに吸収されるような形で、えー、入ってましたので、まあ、時折6枚、あるいは、まあ、トリゲルスが若干、ね、吸収されないときには5枚みたいな形も目立ちましたし、まあ、あとやっぱりブルノ・フェラナンデスが一番この辺でライン間で受けるのが怖いというところなので、うまくパレホとキャプーで、まあ、そこのスペースを消したかなと。 とというところで、まあ、この展開でやっぱり、ね、後半、まあ、結果的には、えー、1点前半に、ね、こうビジャレアルがフリーキックから先制点ジェラーモレーノで奪って後半の入りのところもやっぱり相当、ここのところ、まあ、特に。 えー、ビジャレアラからすると左サイドはペドラサのところで、まあ、やっぱりトリゲロスペドラサ、まあ、ペドラサは比較的フィジカル、ねえー、の耐久性ありますけれどもやっぱりトリゲロスなんかはやっぱ一対一で用意、えー、どんで、えーね、ワンサザーかなんかと対応すると完全に置いていかれますので。 まあそういう意味ではグリーンウッドワンベサガのところの右サイドからかなりねこうやって侵入されてクロス打たれましたんでまあそこでうまくアルビオールパウロ・トーレスは我慢してあんまりこうやって抜かれたときに出ていかないみたいなところで最後のクロス対応のところは非常に徹底されてたかなと思いますがまあただやっぱり後半の立ち上がりまあ最終的に55分にコーナーキックの流れからカバーニに同点弾を決められますがまあそれまでの後半開始からの10分ぐらいは非常にうんまあ 相手にボールを持たせながらでも結局最終的にはここを割られてしまうというところでうんまあ実際ユナイテッドの方が非常にその後半の入りのところ10分間は良かったなと思いますし攻略したなというふうには見えました。まあ、戦術的にはね えー、そういう形でお互いに流れの中からの決定機はそれほどなかったですし、まあ、ただやっぱり交代の、えー、カードの切り方、それからね、勝った選手のタスクなんか見ても、まあ、思い切ってアメリ利監督は両サイドバック変えましたし、ね、交代で出た、ね、ハルベルト・モレーノもマリオ・ガスパールも非常に攻撃になった時には思い切って上がってきましたので、まあ、そこはフォーイス、ペドラサ、まあ、ペドラサ、前半から、ね、上がれる時に上がってましたが、まあ、フォーイスなんかはどちらかというと、あまり上がらずにというところでいうと、 やっぱりえ勝負どころでまあ攻撃に行くんだというところはアウナエメリ監督も単に引き込んで守るだけじゃなくてカウンターを打つというところまでのえまあプランはまあゲームプランだけじゃなくて後対策でも持っていましたしまあ,あとはカロスバッか下げてコクラン入れてとていうところでまあ中盤より前のねえまあプレイ強度を上げながらまあうまくえその時にはジェレミーピノが真ん中に入りましたけどもまあコクランがえ右に来てましたが。 まあそういうところの、えーまあ、戦術変更なんかシステム変更なんかも人変えながらうまくエンメリ監督はしたんじゃないかなと、まあ、逆に、えー、マンチェスター・ユナイテッドのスルシャル監督の方が、まあ、あまり、ねえー、変更で手を加えず、まあ、最後の最後で、ね、PK 要因でア、まあ、レックス・テレスまた、えー、を入れるみたいなところはありましたし。 まあそういう意味では、ちょっと延長戦になったらビジャレア,アルが、もしかするとみたいな流れはありましたが、まあ互いに大きな流れの中から決定機も作らずというところでの、まあ引き分けで終わっての PK 戦は妥当なえ流れスコアじゃないかなというふうには思います。はい。画面共有したついでに、今朝のマルカの一面、それから中身もちょっとね、紹介しておきたいと思います。いや、素晴らしいですね。まあビジャレア,アルのえー歓喜の瞬間、ね、トロフィーを 掲げた瞬間の写真を使いながら、ノーエサマリージョエスオロと、ね、黄色じゃないんだ、ゴールドなんだというところで、まあ、見事、ね、ゴールドメダルを取った、初タイトルを取ったビジャレアルの、えーね、歓喜の瞬間を表しております。いや、なんかこれはこの見出しだけでもグッときますね。でまあ、中も当然、ビジャレアルの紙面になってまして。えー、まあ エステ・ビジャレール、エス・ムイ・グランデ、このビジャレールはとても偉大だというような見出しがついてますし、えーまあ、寸評のところ、えー、選手の各採点も、まあ、やっぱりね、最後、ルジが止めたので、えー、1人3がついてますし、ほ、まあ、他の選手もみんな2というところですかね、えーまあ、エメリ監督のコメント。 えー、ロスペナルティス、トゥビモス・ラ・カベッサ・フェルテと、まあ、PK 戦では非常に、えーね、メンタリティ強く、えー、PK 戦を戦うことができたと、まあ、改めて、この、ね、ヨーロッパリーグのコンペッションができてから、まあ、0910シーズンからというところで、ね、12シーズンヨーロッパリーグのコンペッションありますけれども12分の8でラリーガ勢が取っているというところは非常に、ねえー、ラリーガにとっても、うん、喜ばしいことですし ね、当然、うなえメリ監督がこれで4度目の、ねえー、ヨーロッパリーグタイトルなので、ねえー、UEL がウナイめりリーグと呼ばれるのは、ね。 まあもちろんチャンピオンズリーグの下のコンペティションにはなりますけれども、まあ、しっかりとヨーロッパのコンペティションとして、まあ、ラリーガー勢がそこでしっかりね存在感を示しているというのは非常に喜ばしいことですし、まあ、それから、ね、ビジュアルアにとってはとても大きいのが来シーズンのチャンピオンズリーグの権利をこれで取りました。まあ、残念ながら、ね、国内では最終38節、まあ、先制しながら、取りに逆転されて、まあ、なおかつベティスが、ね、セルタに2-0から。 3点取って大逆転してっていうところで、まあねえー、5位、6位がレアル・ソシエダ・ベディスで、まあ、ビ,ジャビジャレアルは順位からすると、えー、カンファレンスリーグの出場権でしたので、まあ、そこから1点来季はチャンピオンズリーグに出れるという意味では非常にビジャレアルにとっては、ね、財政面でも大きいですしアトレティコ、マドリーバルセロナ、セビージャに加えて、えー、ビジャレアルも出るということで5チームが来季のチャンピオンズリーグに出るという意味ではアラリーガにとっては非常にまた え、朗報ですので、まあ個人的にはね、来シーズンのビジュア,アルのチャンピオンズリーグの戦いも、まあ今から、え、待ち遠しいなというふうには思いますね。最後に、うなえめる監督もこれで監督としてヨーロッパリーグ4度目の制覇ですから、まあ本当に見事だなと、まあ何が秘密ですかみたいなところをね、えー、 試合後のフラッシュインタビューでも聞かれてましたけども、まあ、秘密はないと当然ですけどね、まあ、でもこの試合のためにマンチェスターユナイルネテッドのやっぱり試合を17試合見たんだとチェックしたんだということを、まあ、秘密はないそこにはねこうハードワークしかないっていうようなことをコメントされてましたけどもまあなかなかできることじゃないですよね、まあ、監督なんで自分が見なくてもいいわけなんでアナリストに任すっていうこともできますけれども本当にウナイメリっていう監督は自分がしっかりとね えまずは分析して、まあ、本当にフットボールに、ねえー、情熱24時間自分の人生をすべて捧げてきた監督ですからだからこそね、まあ、選手としてのキャリアは一流ではないんだけれども、まあ、監督としてのキャリアは成り上がりですけれどもだからこそここまでたどりつけているというところはありますので、まあ、本当にハードワークなんだろうなと、まあ、ラリーが戦いながらあのし、ね、終盤戦戦いながらやっぱり決勝のために17試合も相手チームの試合をフルで 見てチェックできる監督はなかなか本当にいないと思いますので、うなやメリ監督の、まあ、そういう、ね、本当に睡眠時間を削って、自分のプライベートの時間を削って、この決勝のために、ね、こう入念な膨大な準備をしてきたかとは思いますので、まあ、本当にうなやメリ監督にもおめでとうございますという一言はかけたいと思います。 ということで、えー、今日はヨーロッパリーグ決勝で、まあ、初の決勝で初のタイトルを取ったビジャリアルの、えー、優勝について、まあ、もちろん決勝についてもお話ししましたけれども、えー、ラリーガゼとしてはね、最後の最後で、えーまあ、今シーズンの最後で見事ビジャリアルがやってくれましたというところで、おめでとうございます。ありがとうございますという言葉を、えー、添えて終わりにしたいと思います。 それではまた次の動画でお会いしましょう。ね、ちょうど優勝の裏では、えー、次男監督の退任の報道も出てますので、まあ、これから本当に2強、えーまあの監督人事もね、こう中心に、ラリーガのストーブリーグも、えー、加熱していくかとは思いますので、まあ、そちらの、えー、オフシーズン、えー、マーケットの話もね、日々更新しながら、えー、皆さんに動画、情報を提供していきたいと思います、えー。また次の動画でお会いしましょう。ビジュアル、本当におめでとうございました。ありがとうございました。さらプロキシマ。 Endam